久しぶりですですす子のの息ちょっとあの1ヶ月前あ4月ぐらい大阪に行ってましてそのままちょっとロシアの方に行って2週間行ってきたのでちょっと証しを短くということで。 <laughs> 日本だな、<laughs> それこそ感謝しです <laughs>。本当に感謝します <laughs>。ロシアに2週間ほど行ってきましたけども、大きな神様の祝福を手短く話していくことができるように、導いてくださいますようにお願いします。イスキスマット感謝しております。アメこう時間を迫られるのも日本だなということをすごく感じていますけど。<laughs> ええっっとえっと 去年の11月ぐらいあ、違う、9月ぐらいに1か月ぐらい、エルサレムのほうに、イスラエルのほうに行ってきたんですけど、まあ、そこで出会ったガイナっていう女の子、ロシアの子が、まあ、献身者なんですけどで、仲良くなりまして、そんで、まあ、癒しの集会じゃないですけど、そういう霊的な癒しの集会があるから、ロシアに来ないかっていうことで、まあ、あの誘われまして、そんで、まあ、行ってきたんですけど。 ドイツからチームが来ていてそのドイツの人たちのまあでメッセンジャーはアメリカ人なんですけどアメリカ今、ドイツに住んでいるらしくてえっと 2, 週2週間ぐらいそのドイツの人たちとのチームの中で週間ぐらいあ1週間ぐらいセミナーがあったんですけどまああのちょっっと待ってくださいえっと見言葉をまず開いてまああの行くべきかななんて思いながら。 考えてたんですけどあの、まあ、あの詩編の18章の章節主は私を広いところに連れ出し私を助け出された、主が私を喜びとされたからというみ言とばが、まあ、これが一つですかね、広いところにっていう、まあ、ラージプレイスとか、まあ、スペシャルプレイスとかあるんですけど、まあ、あのロシアは世界一広いところですね、はい、もうでかいなあっていうそれだけですね。まあ、あと そういうイメージでど,どうですか、ロシアはということででかいなというイメージがあったんですけど、はいまあ、それとですねものすごい大きなこう国家単位の傷というか、まあ、第二次世界大戦の時に一番死者が多かったのがロシアで、まあ、戦争から戦争という感じで、まあ、あの家族に一人必ず戦争で死んでいる人がいるという感じの状態で、まあ、本当にロシア人は笑わないっていうんですけど であのーまあ、会話の途中の中で笑っててもジョークとかたくさん言うみたいなんですけどってこう深いため息をするんですねでこれが普通なんですよっていう,こう深いため息をするんですよねみんなみんなするんですよねでなんかすごい傷を負ってるんだなっていうことをすごく思いましたであと、まあ、メッセージとかはもう本当にいつも言われているへりくだりですねで罪のの根源っていうのがもうプライドで まあ,あ,のあ,あれだ、なんだ、プライドじゃない、高慢、高慢で、同じことなんですけど、意味が分からないかなと、高慢、高慢ですね、罪のも原因が本当、高慢で、まあ、恥ずかしいというのは、高慢から来るんですよね、なんかあの、なんていうのかな、分かりますよね、で日本ってどれだけその高慢で、あとそう、あーえー、っと、 善悪の知識の身っていうのがあってまあもうほとんど分かってると思うんですけどあの善っていうのが先に来るじゃないですか日本人これは神様にとってこれは良いことだって思ってること自体が実は結構間違ってることが多いっていうか日本の人間の善意っていうのは必ず見返りを,見返りを求めるじゃないですか。 なんか与えても返してくれなかったりとかありがとうって言ってくれなかったらめちゃくちゃぶち切れるとかね、まあ、本当にそうだなぁなんて思ってあの神様はあのそうあの先,先週かな先々週かな、えー、と親父が「下がれサタン」というところでペトロが行ってペトロが「そんなことを言わないでください」って「イエス様あなたは死なないでしょう」ってこれ全員人間からしたら当然の感覚じゃないですか。 まあそこから言って本当にそれは良いことだとイエス様死なないでくれってイエス様を本当に愛してるからこそ言ってんだけどえと人間のこれ善意善意でそこに向かって神様は「下がれサタン」って言ったんですよねで、まあ、どれだけ日本に人間の善意が溢れているのかななんて思いながらまあでもこれはまあよく知ってたことで何て言うのかな 罪の根源で、まあ、神様が何を言われてるのかっていうのがすごく大事であのプライドっていうのも結局自分がこれはいいものだって決めつけてるものができな,くできないと腹が立つわけですよねで、まああのえー、っとまあそういうことをすごく深く感じらせてあとモー,セのモーセのあれですねモーセの話をしててモーセは40歳で帝王学を学びもう全ての王,も王子と王子で。 えー、まさに選ばれた人だったと話せるしなもとにかく何でもできたんだけど40歳になった時に何もできなかったということでまさに自分だなっていう感じで周、まあ、り全部ロシア語とドイツ語とドイツ語をロシア語で通訳して英語で僕に通訳わざわざしてくれるんだけどわからないよっていう感じであの僕英語できないですからっていう感じであのあそうそう僕の人生はあんまり知らない方が多いかなと思うんですけど。 あの人生の半分以上は一人で過ごしまして、まあ、そこそこ仕事はやってるんですけど学校とかもほとんど行ってなくてです、ね、なんか勘違いされる人が多いんですけど僕はあのアンスクールドオリジナルメンということであの弟,子弟子の無学なんですよねであの英語わかんねえなと思うんですけど聖書のことだけはわかるんですね。だから聖書,が聖書のことを言ってる時に ああ分かる分かるって感じで英語が分かるというよりも聖書の話が分かるって感じで、まあ、あの聖書だけは読んできましてあのまああのすごくあの僕が考えているというか神様に聞きながら本当に真実は何なんだろうかということで、えー、来ていることとすごく似てたりとかしてすごくロシアまで来て何で同じメッセージを聞かないといけないのかななんて思いながらあの。 神様だなっていうことをすごく感じましたねあのイエス・キリストは、まあ、みんな多くキングだとか王の王だとか全能の神って言うんですけどまさにその通りなんですけどあの完璧って言った時にみんな強さを求めてなんかこうオールマイティで強かったら完璧って思うじゃないですかで本当の完璧っていうのはイエス様って弱さを持っている人なんですよね。あの ねまあ、あの僕、話せないし弱さしかなかったんですけど僕、何もできなくてただ行っただけなんですけど子供たちがねありえないぐらい俺のところに来るんですよね、僕、何もしないんですけどいやなんか僕をこう抱きしめて、まあ、ホーリーハグとかホーリーキスとか,なんか言ってたんですけど本当の純粋の愛があったらどんな人でも抱きしめて本当にキスをできるっていうふうに言ってて。あのー ほうとう息子の話ね親父がなしてる話をなんで聞かなきゃいけないんだみたいな感じで <laughs> まあこういろいろこう行った後に、えー、ずっと毎日彼を待ってて彼がうん現れた瞬間にこう走り寄って抱きしめて。 キスをしてそして指輪を持ってこいっつって指輪をつけたとかねまあ父なる神の愛ですねそうそう愛って言った時にね日本人の方すごく誤解してるんですけど聖書の愛は父なる神の愛なんですよねねえー、ロシアっていうのはこう戦争で男性をすごく亡くしまして戦争から帰ってきても戦争での痛みってすごい大きくて、まあ、飲んだくれとか麻薬とかほとんどそれなんですよ もう親が麻薬か飲んだくれもうそれがノーマルなんですよねで、どんだけの傷を負ってるのかっていう子供たちがなんか外国人の俺にしかも話ができないんですよ、なんでここまで、えー、しがみついてくるのかっていうどれだけ傷んでるんだろうっていうその傷を子、ね、かもう子供たちから感じましたね、まああの、あえてできないんでしょうね、多分 すごくまあでも正解とかはもうすごく笑顔で、まあ、クリスチャンだからもう何に一つ僕が不嫌な気持ちがしなかったですねあの文化の違いはすごくあって文化の違いもあるんですけどあの嫌な気持ちがすごくしなくて本当になんか不思議な感じで。 えなんかあ本当にクリスチャンというのは神の家族なんだなということをすごく感じましたね、なんかまあ、あのスタイルとかも全然ね、教会のスタイルとかもちょっとやっぱり違ったりするんですけど、あのー、なんか本当に、えー、それを感じましたね、あとなんか、日露戦争とかロシアの人たちが政界の中で僕を呼んで悔やらためをしてくれて、なんか本当に許してくれということで。 悔いやるためっていうのはすごく大きいことだなっていうこと、互いの罪を嫌らしいっていうことで <laughs>、どれだけ日本に <laughs> その <laughs> プライドがあるのかなって、たぶプライドっていうのは自分ではなくせないので、なくせると思っていること自体傲慢ですよね、まあ、神様は僕たちを必要としてない、神様は本当に自分の仕事を自分で全うできるんですよね、でも神様は僕たちのことを愛してくださっていて、なんか、 自由だなっていうことこをすごく感じました別になんか神様のお仕事しなくていいしだから神様がね私はあなたの本当に愛するためにあなたを、えー、存在させたっていうか生まれたんだよっていうことをすごく感じましたしまあどれだけの愛を私は受けてきたのだろうということでまああの愛を受けた人間にしか愛することはできないっていうかあそれをすごく感じましたねイエス・キリストは本当に愛されて。 父なる神に愛されてですねまあ本当に神に選ばれた人っていうのはモーセのように全てぶんどられていくんですよねねえ俺今の僕っていうのは何も思ってないんですよねで神様はあなたの g ッツ s don't need your strength あなたの強さを求めておられないっていう感じで神様はあなたの g ッツ s need your weakness っていう感じで言ってたんですけど 神様本当にあなたの弱さを求めているんだっていうことで本当にプライドがなくなると高慢がなくなると誰も裁く気にならなくなってイエス様っていうのはキングライオンだとか言うんですけどユダの獅子っていうんですけどその前に子羊になられて子羊,羊っていうのは目が悪くて自分で行く道を探れないんですよ。ババカカなななんんんででですすよよねねイエス様ってバカになってにたんですよ、ね、でなんか まさに俺の人生そのものだなっていうことでいろんな人がいる何でもできるとか言うんですけど冗談じゃない何もできませんよね本当にえと僕の人生っていうのは本当にこう愛歌の三章にあるんですけどこれを読むと本当に涙が出てきますけどえちょっと聖書を読みたいと思いますえー愛花三章1節から私は主の激しい怒りの道を受けて 悩みにあったもの主は私を連れ去って光のない闇を歩ませ見て思って一日中繰り返して私を責めた主は私の肉と皮とすり減らし骨を砕き寝神と苦難で私を取り囲んだずっと前に死んだ者のように私を暗いところに住まわせ主は私を遠く囲いに入れて出られないようにし私の聖堂の足かせを重くした。 私が助けを求めて叫んでも主は私の祈りを聞き入れず私の道を切り死です囲み私の通り道を遮断だ主は私にとってはまっぶせている熊隠れている獅子主は私の道をかき乱し私を耕さず私を荒れ捨たせた主は弓を張り私を矢の的のようにし 矢,筒の矢を私の腎臓に射い込んだ私は私の民全体の笑い者となり一日中彼らのあざらけりの歌となった主は私を苦みで飽き足らせ苦い思いで私を酔わせ私の歯を小石で砕き灰の中に私をすくませた私の魂は平安から遠のき私は幸せを忘れてしまった私は言った私の誉れと死から受けた恵みは望みは消え失せたと 私の悩みとさすらいの思い出は、苦い思もぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。私はこれを思い返す。それへ私はの待ち望む。私たちが滅び寄せたかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそは私の受ける分ですと、私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。 死を待ち望む者死を,主を、ま、求める魂死の救いを黙って待つのは良い人が若い時に首を負うのは良いそれを忘れたならば一人座って黙って座っているが良い口をちりにつけようもしや希望があるかもしれない自分を打つ者に頬を与え十分そしりを受けよう死はいつまでも見放してはおられないたとえ悩みを受けても死はその悩み豊かな恵みによって憐れんでくださる まあここら辺までですかね、まあ、本当にこの意味がなんか深く染み込んできたかなという感じです、あとまああの、ね、ロシアは、ね、ど女性世界なんですよ、男に当てにしてないので女性が何でもできちゃうという感じで <laughs> まああの、なんかレディーファーストで、まあ、ヨーロッパはレディーファーストらしいんですけど、なんかおばちゃんにね、なぜ車のドアを開けないと怒られましたね、あすみませんという感じで。 どんだけへりくだらなきゃいけないのかっていう感じで、まあ、あとすごい服装と、もロシアも世界一の美女王国ですからね、まあ、僕は天国ではあったんですけど、あまり女性にあの魅力を感じなかったんですね、それはあの私のこれは意見なんですけど、人って愛されていると、本当に愛を感じていると、注目とかアテンションを求めないんですよ。 でイエス様っていうのは自分に注目を求めなかったんですよね、いつもイエス、私の父は私の父はと言って、まあ、確かにアテンションはされたんですけどイエス様自身は求めなかったんですよね、で本当に愛されている人っていうのはなんかまあ女性が素晴らしい服を着るのは全然いいんですけどなんか、ね、そこからも、ね、あ愛を知らないんだなっていう。 なんていうかものすごく悲しく思え,た悲しく思えた思いましたね。本当に愛されてる女性は自分はアピールしないんですよ。エステルっていうのがいますけど自分で,自分でこの,あのア,アシャャヘルス王だったっけなんかその行く時にあの何でも着飾ってよかったんですけど他人から勧められたもの以外しなかったんですよ。モルデカイっていう人がエステルを本当に愛して。 育てて父と母がいなくなってね、まあ、モデル界が育ってたんですけど本当に愛されてる人っていうのはなんかそんなにね,あのね自分を見てって言わないんですよね、でなんかそこからもねすごくねロシアの女性たちがねどんだけ愛に飢えてるんだろうかなっていうことでねねなんか、ね、すごく痛かったですね、なんか心がね。ねななんかかもう,なんうかなまあ あと男性も、ね、リスペクトされてないから相当弱かったですよ、まあ、男っていうのは信頼されたりリスペクトされたりするともう女性から、ね、こういい言葉を受けると、ね、男はもう、すごい力を発揮するんですけど、まあ、女性次第ですよねあのどリスペクトされてないからね。だからすごい なんか俺より1個年上なんですけどすごいがちょみたいな感じでもうなんかそんな子がいたんですけどいや俺、お前リスペクトしてるよみたいな話ずっとしてたらもう最後、その子まさかその子がなんかその,その取り合って言っいうとこだったんですけどその車ね車のポストカードとかがたくさんあったのをプレゼントしてくれてちょっと一番それが感動しましたよね。まさかかかかそんなな男の子らららプレゼントもらうと思わなかったから マジかっていう感じでどれだけななんていうのかなあのロシアの子も人たちはまあ謙遜というかのプライドをずたずたにされてるんだろうみたいな感じでまあ本当にいろいろすごく感じることが多かったです、あと本当にお祈りいただいて感謝しています、教会の話もして,てですねまあやっぱり本当に教会から離れたらねあれだということでま,あまだ戻らないですけどね <laughs>、神様に聞きつつ本当に。 あれ知っていきたいと思いますけどまあ日本がね本当に神様にえ神様に捉えられて私自身もそうですけど神様にねそのプライドとかそういうものを取っていただいてね本当に愛し,愛し合いされていくような教会イエス様を本当に愛していく教会になったらいいなというふうに思いましたまあすごいストレスがたまってたんですごくしゃべりましたけどまあ本当にまだまあいろいろ 気づいたところはすごくあったんですけど、えー、本当に子供もたち私のところに来させなさいっていうねあのその言葉とかすごく深く感じましたはいさ、えー、お祈りしたいと思います愛すいってんその名を感謝します、えー、神様がたくさんの恵みをいただきましたけれども少しですがあ分かち合うことができたことを感謝しますイエスキリストの名をして感謝してお願いしますアーン